ジャトヤにかかれば万事解決。何かよ、あたしは高くつくわよ。ジャトヤにかかれば万事解決。する生体信号を発見。このエリアで捜索を行ってください。要救助者の位置を速やかに特定すべくルートの再構築を補佐します。情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。離脱ポイントだ。救助対象を見つけたら連れてこよう。ネームプレートを照合。命令を受け救助に来ていた調査協会の調査員です。調査員から提供されたキャロットのデータを受領。ルートの解析を開始します。探索情報を更新しました。近くのフォローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。
知能を持つ生命体を発見。装備からホローレーダーと推定。調査協会が公表しているデータによると、当該グループによる詐欺被害は年々増加しています。接触の際は十分にご注意ください。警告、蒸気を逸する金額に関わる取引は詐欺である可能。もっともマスターの座。探索情報を更新します。ホローレイダーが教えてくれた場所に行ってみよう。ビン、HDD では検出されていないエリアだ。ここでもフォローデータをスキャンできるのか。新たな探索エリアを表示します。ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。このキャロットのデータも使ってみよう。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。要救助者の所在地に到達しました。社員番号1586305。要救助者が安全なエリアに移動し、見せてあげる。のんびりやろうぜ。Huh?
次第。最大出力。所在、社員番号15。ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐ炎から出る。社員番号1。要救助者が安全なエリアに。全員無事に見つかったね。さて、離脱しよう。すべての要救助者の救出に成功。